はい、おはようございます。はい、ハゲチョビンでございますよ。ただいまの時刻はね、6時になります。今回ね、車中泊した場所はね、ここ青森県青森市にありますね、道の駅浅虫温泉遊佐浅虫に泊まりました。こっちもね、車中泊してる車がいっぱいありますね。で、私はこっちの反対側、こっちに車中泊して、あの一番奥に見える車が私の車になりますね。いろいろな車のナンバーがありましたね。佐世保だ、三重だ、奄美だ、いろいろ本当来てました。北海道からも来てましたっけね。はい、まあ青森だからね、すぐそこが北海道になると思うんですけどもね。まあ違う、どっちかは分かりませんが、来てると思いますね。ね、私もまだジャージでございます。はい、結構ね、良かったなと思います。今日の予定はね、ここで道の駅のスタンプを押して、それからなんか神さんがまだ私は押してるんですが、ハゲチョビンを押しますが、押してない道の駅があるので、そっちに2カ所ぐらい回って、で岩手の龍泉洞に行って、あとは家に帰りたいなと思っております。はい、それではね、今日もハゲチョビンチャンネル始まりますのでね、よろしくお願いします。なんかね、あそこらからずーっと歩いてきて、こう来たらね、なんかなんとなんと浅虫海釣り公園っていうものがありましたね。これならね、船酔いはしないのでね、いいなと思いますね。値段はね、こんなザグッとこんな感じになってますね。入園料が大人150円、釣り台使用料700円、餌付き500円、6回、6枚、3500円。これならいいっすね、船酔いしないし。私釣りしたらね、なんか竿の持ち方がセンスがないだ、船酔いはするし、すごい、もうこの波見ただけで、おお、船酔いだ、もうこれで船酔いになりますね。はい、これから頑張るぞい、釣りも頑張るぞい、よし行くぞいってとこでございますよ。はい、1個沸かせば、2人分は余裕だよ。モーニングコーヒー。あ、どうぞ。いただきます。うん、キリマンジェロの味がする。わかんの？わかんねえ。全部一緒に感じる。うん、うまい。浅虫お役ごめん。はい、あとは今道の駅でスタンプを押してきました。今からね、道の駅橋上に向かっていきたいなと思います。ハゲチョビン、私は関係ないんですけどね、鬼嫁が押してないので仕方なく寄ってやろうと思います。およそ200メートル先、左折して国道4号に向かいます。それではスタートします。はい、はい、結構来るな。うん、いっぱい人いるけどね。風呂入ってきてんのか。うん、出店もいいな。すごい、まあ時間ねえがいるけど、にぎわってる。はい、ハゲチョビン龍泉洞に着きました。これから行っ
ってみたいと思いますよ。やっぱ日曜日だからなんぼか人いるね。はい、龍泉洞に来ました。今からね、洞窟の中に入ってみたいと思いますね。日本三大鍾乳洞だそうですね。はい、天然記念物コウモリだそうです。はい、それではハゲチョビ入洞いたします。入洞って入館なのかな。どうも。はい、お疲れします。はい、こちらは龍泉新洞科学館もご案内の共通券です。お持ちくださいませ。パンフレットはよろしいですか。あ、欲しいです。はい、どうぞ。では行ってきたいと思います。中の温度10度ぐらいだっけもんな。お、涼しい。これ何なの。滑るな。道内は 10.8 度だね。コウモリ、コウモリ、コウモリ、コウモリ。上もすげえもんな。まあ日本三大鍾乳洞だからね。え、かがそうかがってたっけ。何が分かって。頭上注意。お、冷て。お、魚いるんじゃねえか。あ、いなかった。魚いだと思ったけど知らなかった。これさ、ここ歩いてる時に大地震来たらどうなんだべね。おっかねえがな。第一地底湖に向かいたいと思います。今からの水深35メートルだそうです。はい、お、物を落としたらやんたな。よくな、潜った人もいるんだけどな、おっかねえべな。100メーターチケットもあんの願ったけど、知らんけどな。おお、すげえ。気持ち悪いな。どうする、折ったら。第二地底湖38メートル。それどうなの。ここが違うんだよな。ここが、ここが38メーターってことなのか。なんか自然と GoPro もずてもギッと握ってしまう。かっこいいですね。いや、脅してしまう。これ折った時のためなのかな。お、来た、第三地底湖。はい、水深98メーター見てみましょう。おお、すげえ。折ったらどうするな。やめようか。ね、おお、ほら一番下歩いてんだぞ。なあ、すげえよな、うん、あ、これ鍾乳洞守ってんだ、沢になって。ほら、うん、沢になって網張ってた。第一地底湖展望台だそうですね。おー、すごい神秘的だ。そんな言葉があるの。ハダリメダベッチャな。あ、これは来てみる価値のあるの。はい、龍泉洞行ってきました。結構面白かったですね。お、はったけ、どうもありがとうございます。出てくると真夏のようだな。お、はずはず。お昼にしたいと思います。龍泉洞レストハウス味自慢で食べたいと思います。
ご飯、どのぐらいだろう。確かに牛いっぱい入ってる。うん。明太子。明太子。辛子明太子だね。なんだ。最後は岩泉洋の麺麺麺麺でも食べんだよな、うん、ソフトソフトソフト麺麺うん、美味しい濃厚だね濃厚だいろんな人来てんだなうんちょびん、ちょびんがっかはい、いかがだったでしょうかね。昨日は本州最北端で、今日はね、道の駅浅虫温泉から岩泉の龍泉洞に来ました。個人的にはね、今日の龍泉洞、外はね、今日22度ぐらいで、中は10度ぐらい、だいたい10度ぐらいな感じでしたね。外に出てきた時はすごく真夏のようでございました。はい、今も汗だくでございます。隣では鬼嫁さんが一人でソフトクリームを食べておりますが、私は何も食べておりません。ダイエット中でございます。はい、それではね、あとは安全運転でこう山々を見ながら、家に帰りたいなと思います。次回の動画も見てください。それじゃあね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。